おはようございます。深井丸です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、レモンの木のですね、なんかね、秋芽が早いんですよね、出てくるのが、例年より。まあ、その秋芽をね、ちょっとね、見ていくっていうところをやるんですけど、まあ、今日は春芽、夏芽、秋芽のね、見分け方というところでね、ちょっとやっていきます。あと、秋芽についてはですね、まあ、ぶっちゃけ生産性がないんで、まあ、芽かきをしてもらっていいと思うので、まあ、その秋芽をね、どうやって見分けていくのかっていうところとかですね、あとはですね、春芽、夏芽の活用とかですね、そこでも含めながらですね、まあ、実際に今出てきている秋芽を見ながらですね、お伝えしていきたいと思います。後ろどうですか？ゆず。だいぶ大きくなってきましたね。見えますかね。まあ、今年もね、いいゆずがね、なってくれそうなんで、まあ、ちょっとね、満足なんですけど、まあ、今日はゆずの話ではないので、レモンの方ね、実際にね、見ていきたいと思います。あとはですね、まあ、レモンもね、まあ、動画の方では上げてないんですけど、まあ、大体今、そうですね、樹形がですね、今、夏芽を伸ばしているので、まあ、樹高高く樹形も大きくっていう形にね、今サイズアップをね、測るような形をとってます。先日の動画でもですね、夏芽の生かし方ということでね、まあ、これ夏秋症ってですね、夏から秋に出てきた芽はですね、すごくね、大きく生育していきます。で、この夏芽が、やがてね、2年後ぐらいには、有用花としてですね、いい芽をね、つけてくれるっていうね、そういう芽に変わっていきますので、そちらの活用方法とかっていうところでもね、動画の方を上げてますので、ぜひね、まだ見てない方はですね、そちらの方もですね、概要欄貼り付けておきますので、ジャンプしていただいて、この動画をね、見た後にですね、見ていただければね、お、なるほどっていうところもね、少しはね、参考になるんじゃないかと思いますので、まあ皆さんのね、栽培の役に立てていただけたらなっていうふうにね、ちょっと思ってます。ということで、まあ、実際ね、秋芽がありますので、まあ、そちらの方ね、見ていきたいと思います。はい、こちらがレモンの木ですね。まあ、いつも通りこちらがみかんの木になります。で今ですね、まあ、こちらの方ね、秋芽が出てきてます。まだ8月の上旬ということなんですけど、早いですね、なんかね、前回の動画を撮ってた時に、まあ、夏芽のね、夏秋症、まあ、要は徒長枝を切らないで、それを生かしますよっていう話をね、ちょっと上げさせていただいたときに、まあ雨がね、結構降ってたんですよね。で、まあ、毎日ね、ラウンドして見てるようにはしてるんですけど、ここね、実はですね、秋芽がですね、出てきてます。これですね、ほら。これ秋芽ですね、これ。これ秋芽です。こういう、これ、この下にあるのがですね、これが春芽ですね。で、春芽から、ここの先、この内側に夏芽が出てたんですけど、これ内光子といって、内側ね、日陰になってしまうので、ここで摘んだんですね。で、その後ですね、まあ、これ蝶が優勢ですね。このように二つ芽が、秋芽がね、芽吹いてきてます。まあ、この秋芽はぶっちゃけこういう風にですね、すぐ芽かきをしてもらうっていう風になるんですけど、これね、この秋芽自体は成長がね、乏しかったりするんですね。で、このようにまだね、新芽若い時は黄緑色なんで、非常にね、わかりやすいと思います。で、まあ、そういうものがですね、今ね、この8月に入って、出てますね。まあ、7月の下旬から出てるんだと思うんですけど、これも秋芽ですね。これもそうですね。こういうのをですね、摘んでもらって、まあ、この下がね、夏芽なんですけど、まずですね、今日は秋芽、そして、夏芽。春芽の見分け方っていうところであるんですけど、春芽に関してはですね、春芽はこのようなね、比較的小さい枝ですね。あまり大きくはなりすぎないです。まあ、中には春芽にも徒長するものとかも出てくるんですけど、まあこのようなね、しっかりとした緑色をしたね、春芽で、春芽の特徴はですね、まだ虫が出る前にですね、芽が出てくるので、
まあ、虫が出てくるというかですね、虫がね、活動性が活発になる前に、この芽がですね、しっかりとこのように、生育していくような緑色の芽になるので、まあ、食害をね、受けづらいっていうのと、そういう特徴があります。あとはですね、こちらがナツメですね。ナツメ。もう特徴的にわかりますね。これ地植えなので、まあこれも仕方ないんですけど、ナツメね、伸ばすと結構このようになります。このようにというのは、絵描き虫の被害を受けたりとかですね、こういう被害。こちらもですね、ナツメですね。これ大きいですね。こういうものになります。で、このような被害を受けるのがナツメの特徴なので、まあ見るとわかるんですけど、すぐわかります。で、どちらかというとですね、この茎の部分ですね、枝が三角形ですね。あ、ここにアゲハ君がここにもいましたね。食害受けてるんで。まあこちらにね、バッタもいますね。バッタと、ほら、バッタですね。これも食害してますね。で、こちらもアゲハで食害してますね。まあこれ後でね、捕獲をしますけど、このようにね、絵描き虫のね、被害を受けてですね、汚らしくなるのがね、結構夏目の特徴だったりします。まあ、鉢植えの場合はですね、こういうね、葉っぱにはね、ならないと思うんですけど、地植えの特徴ですね。で、それとですね、まあ、秋芽はですね、この夏目の後にね、出てくる芽になります。まあ、先ほどちょっと摘んだんですけど、これも秋芽ですね。この下に伸びてるのが、これ夏目ですね。こちらの下の枝が夏目。この夏目の先端から、このようにね、乏しく出てくる。こういう芽ですね。この8月ぐらいから出てくるんですけど、これが秋芽になりますね。まあ、これが夏芽、秋芽、そして春芽というね、見分け方になってくるんですけど、こちらも秋芽ですね。これも。これも秋芽ですね。この下は、これ、春芽です。で、春芽の特徴は、こういうね、秋芽とか夏芽がつくとですね、枝が丸くなるんですね。剪定したりするとですね、切断面が丸くなるのが特徴です。この夏芽もですね、やがてですね、今はこのように枝が三角形なんですけど、この先ですね、まあ、例えば切り詰めたりしてですね、この先から秋芽、または来年春芽が出てきたりするとですね、この枝が丸くね、変わります。どういうのかっていうと、下から見るとわかりやすいんですけど、まあ、例えばね、ここに一本枝ありますね、これね。これ多分春芽ですね。これ残しておいた。で、その後、今年出てきた春芽がこちらです。で、その先に今これ秋芽が出てますね、これね。これが秋芽です。で、この下が春芽。これですね。この下が春芽。で、この下のもうね、丸くなったこの枝。これも春芽ですね。春芽で、去年夏芽を摘んで秋芽も摘んでたので、ここから今年春出てきたこれが春芽ですね。で、今年これが出てきた秋芽というふうになりますね。こう見ていくとですね、春芽の先に春芽がつきます。そうするとこのようにね、枝が丸くなります。こちらのね、春芽も、もう枝が丸いですね。これもこの先に秋芽がついていくと、このようにね、丸くなります。ですから、この夏芽も、これ夏芽ですね。これもですね、来年ここから、また先端からですね、春芽がね、ついてくる。そうすると、この枝がね、丸く変わってくるというものになりますね。これが、春芽、夏芽、秋芽のね、特徴になってですね。まあ、春芽の場合は、こちらはね、春芽です。来年ね、花を咲かせるものですね。で、夏芽の場合はですね、これも、前回の動画でもお話しした、が、花秋症といってですね、これが、再来年ね、生かす枝になります。まあ、あとは、樹形をね、サイズアップしたりとかね、そういうものに使うものになりますね。これも秋芽ですね。で、こういうものはですね、秋芽の場合は、もう本当ね、生産性がないんで、こういうのはね、摘み取っておくと。
という風になりますね。これも秋芽ですね。ここまでが夏芽で、ここからね、秋芽が出てきます。でこれ書いてもね、また出てきますんでね、このようにね、何度も書くようになると思います。はい、こんな感じでですね、春芽、夏芽、秋芽ということでね、ちょっとね、どれがね、春芽で、どれが夏芽で、どれが秋芽だって言ってね、わからない方いると思うんですよね。秋芽の場合は生産性がないんで、摘み取った方がいいっていうふうにね、いうことはね、知ってるとは思うんですけど、ただ、どの芽を変えたらいいんだっていうふうにね、わからないとですね、まあ来年花が咲くね、例えば枝を落としてしまったりってことにもなりかねないので、まあそこら辺をですね、まあこの、今日ご紹介したものをですね、ちょっと参考にしながら、芽かき作業っていうのをね、やっていかれるといいと思います。で、芽かきもですね、やっぱりね、芽が小さいうちに描いておくといいですね。もうこれ2つ出てきてます。これもですね、面白いですね、出方がね、これもね、この下これ春芽ですね。で、これ秋芽じゃないですか、これ。これ多分秋芽ですよね。これも嗅いでおきます。こちらの一本ちょっと残しておきますね。で、秋芽の場合は生産性がないっていうのは、まあ、まずは葉っぱがね、まあ、生育が乏しいっていうのとかですね、食害を受けたりとかですね、そういうのもあるんですけど、まず花をつけづらいとか実をつけづらいっていう枝ですね。まあ、先ほどの花粉症と一緒で、再来年ね、使える枝にはなるとは思うんですけど、まあ、できるんであれば夏芽をね、出した方がいいのかなっていうふうには思います。はい、ということでですね、まあ、ちょっとね見ていただいて、春芽、夏芽、秋芽とね、3つね、ご紹介させていただきました。多分ね、僕もね最初の頃ね、どれが夏芽でどれが春芽だとかね分かんなかったんですよね。で、まあいろいろこう見ていってね、観察していくうちに、これが春芽で、これが夏芽で、これが秋芽でっていう風にね、徐々にね、区別がね、できるようになりました。まあ、夏芽に関してはですね、まあ結構特徴的に徒長枝になりやすかったりですね、まあその徒長枝がね、結構暴れていくっていうね、傾向もあるんで、まあ去年はね、全部ね、夏芽、秋芽については芽かきをして、春芽だけ残して今年を迎えたっていう形なんですけど、まあ今年に関してはですね、まあ、花は咲いて、実がね、若干ついたんで、まあ、生殖とね、そちらのバランスが少しね、こう良くなってきたのかなっていうところで、まあ、2年後、今年、来年ではなくて、再来年ですね、しっかりとね、実をつける枝を作りたいなっていうことで、今年は夏芽をね、少し残しながらですね、まあ、要は花粉症ですね、これパワーがある枝なんで、こちらを残しているっていうふうに言います。まあ、パワーがあるっていうのはですね、まあ、有用花をつけやすいんですね。まあ、有用花っていうとちょっとあれなんですけど、だから要は花をつけやすいんですよ。で、花をつけるってことは実をつけやすい。そういう枝がですね、できやすくなると。ね、まあ、直花とか有用花っていうね、ちょっと難しいこと言ってもちょっとあれなんで、簡単に言うと、まあ、そういう花をつけて実をつけやすいっていうね、そういう枝に変わる。ね、まあそれまでちょっと時間かかるんですけど、まあその枝をね、今育てているというふうになるんですね。ということで、まあ簡単にね、説明したので、まあ分かりづらい部分もね、あったかなと思うんですけど、まあそこら辺はね、コメントでいただければですね、僕なりに分かる範囲で回答はしていきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いしたいと思います。またですね、よかった方は高評価、またね、チャンネル登録もね、よろしくお願いしたいと思います。まあ、いつもね、動画をご視聴いただきありがとうございます。では、この辺で終わりにしたいと思います。どうも。